久佐尾昭龍誠は奈良県奈良市出身で木瀬部屋所属の現役大相撲力士。本名は青木誠。身長181センチメートル、体重188キログラム。最高位は西前頭2枚目。令和2年1月場所幕内最高優勝。いわゆる花の六一組の一人、奈良県高市郡高取町に生まれた。 小学1年生まで同地で育ち、その後中学校卒業までの間を、柏原市で暮らした。生誕時3 8 6 0ムで、生後半年で1 0ラムに達し、幼稚園の制服は特注であった。3歳の頃から柔道を始め、小学2年生で野球を始めた。少年野球では、ホームランか三振という強打の保守として活躍。小学4年生の時、 柏原氏の気ハや道場で相撲を始めた。柔道と野球も習うスポーツ少年でおやつにラーメンとチャーハンを食べるほど食欲旺盛であった。母は後に幕内最高優勝を果たした際に彼をじっとしているのが苦手。よく食べてよく寝る子だったと懐かしんでいた。小学校卒業時に体重は100キログラムに達した。なお野球は 好きだったが自信がなかった。走れない。何をやったら一番いいかが相撲だったと、最終的に競技を、相撲一本に絞った。中学からは、大阪福島田市の右門道場へ通い、家から車で1時間半もの道のりの道場まで、週3回父が送迎していたが、稽古の辛さから帰りの車で泣いていたと、父は証言している。中学三年時の相撲の大阪大会では、 沢井孝太郎を破った。その時の相撲が、明徳義塾高校相撲部監督の浜村俊之の目に留まり、明徳義塾高校に勧誘された。中学校では、生徒会活動にも取り組み、副会長として、開校50周年記念行事に、田村良子を招くことに成功している。中学卒業後は、相撲の名門校でもある、明徳義塾高校に進学。 高校2年生でインターハイ団体優勝を経験し、個人では2年生の時に国体16強、3年時に金沢大会8強などの成績を残した。近畿大学経営学部進学後は学生横綱にはなれなかったものの、西日本学生相撲選手権大会、全国大学選抜相撲コーチ大会で優勝するなどした。大学時代の相撲部監督であった。 伊藤雅人は、とにかく前に出ろと指導する指導者が多い中、前に出た後なら、叩いてもいいと青木の相撲の幅を広げてくれた人でも、ある。大学4年生の時に木瀬部屋に入門し、2009年1月場所で初土俵を踏んだ。初土俵の同期には、宝富士、甲府、高野岩などがいる。学生横綱でないため幕下付けでが得られず、前相撲から。 初土俵になったものの序の口と三段目で、それぞれ格段優勝を果たし、同年、11月場所で幕下に昇進した。その後も負け越しを経験しないまま2010年、3月場所では、東幕下4枚目まで番付を伸ばしたが、この場所は3勝4敗で、初めての負け越しを経験した。また、2010年5月27日に、 犠牲親方の不祥事問題に伴って部屋が閉鎖され、同部屋の力士27人と共に同じではの海一門の北の海部屋へ移籍した。同年11月場所では自己最高位となる東幕下2枚目に昇格し重量目前だったが1勝6敗と大敗した。2011年1月場所から四込名を本名の青木から伊佐尾昇竜に改名。この四込名は 出身高校の明徳義塾から伊佐を近畿大学相撲部で指導を受けた、監督の伊藤正人から勝ちのそれぞれの字を取った。伊佐を昇龍は北の海親方から指導を受ける頃に、押しから左四つへと相撲を変え、稽古を積み重ねて力をつけた。同年、九月場所で、東幕下筆頭で5勝2敗で勝ち越し、十一月場所での重量昇進を果たした。十一月場所では、 初日から7連勝し重量優勝の可能性があった。ものの中盤での連敗が響き重量優勝を勢いに譲る結果となってしまったが、10勝5敗の好成績を残した。2012年1月場所は、肘の故障のため2勝13敗と大きく負け越し、翌3月場所では幕下に陥落するも勝ち越し重量復帰を決めた。3月18日に開かれた。 日本相撲協会理事会で犠牲部屋の最高が承認されて、伊沢昌流らは4月1日付で同部屋の所属へ戻った。同年7月場所では同部屋の上皇流らと共に終盤まで優勝争いに残ったものの、終盤に失速して10勝5敗に止まり、十両優勝は千代の国のものとなった。翌9月場所も勝ち越して、 11月場所では、自己最高位となる西十両3枚目まで番付を上げるも、6勝9敗と負けをした。その後はしばらく十両の土俵が続いた。2013年5月場所は14日目まで12勝2敗で、こと勇気と共に、優勝争いのトップに立ち、千秋楽はこと勇気に敗れ十両優勝は、ならなかったが12勝3敗の好成績を上げ、翌、 7月場所で新入幕を果たした。奈良県からの新入幕は、力桜、2006年7月場所の大真鶴以来、戦後3人目のことであった。この場所は12日目に勝ち越しを決めたが、これにより2013年に新入幕をした、力士としては、初めて、新入幕場所で勝ち越しを決めたことになった。14日目まで9勝としたことから、三勝選考委員会では、 関東省の候補に上がり、千秋楽勝てば受賞とすることが決定されたが、千秋楽に負けてしまったため、初の参照受賞はならなかった。同年、11月場所を7勝8敗で終えると、2014年1月場所は、名目上半前加工となる、東前頭15枚目の地位で迎え、11日目から4番連続で、休勤相撲を落とすなど終盤で苦労するも、 先週楽に白星を得て8勝7敗となった。続く3月場所も勝ち越して、5月場所では自己最高位となる西前頭7枚目に番付を上げたが、6勝9敗と負け越し。翌7月場所も4勝11敗と大敗して、9月場所では十両への陥落を余儀なくされた。しかし、この場所では12勝3敗と全勝優勝を。 達成した土地の新に次ぐ成績を残し、一場所で復帰。十一月場所では一気に、西前頭9枚目に番付を戻したが、4勝11敗と大きく負け越した。東前頭16枚目に番付を落とした2015年、一月場所は、11勝4敗の好成績で、自身初めての幕内での二桁勝利、優勝時点を記録した。以降も、自己最高位を、 西前頭4枚目まで更新するなどおおむね好調な一年であった。2016年6月に結婚。しかしこの年は3月場所を除いてすべて負け越し、5月場所から4場所連続負け越しと大きく調子を落とした年であった。2017年1月場所は十両8枚目まで番付を落として臨んだ。3日目までに2敗を起きするが、そこから9連勝と波に乗り、 12日目、終了時点では、優勝争いの単独トップに躍り出た。しかし13日目に、誉れ富士に敗れ、星の差一つで優勝争いを演じていたウラ、大栄賞に並ばれると、14日目も小柳に敗れ、この時点で、ウラ、大栄賞より一歩後退となった。先週楽は勝利し、ウラ、大栄賞が共に敗れれば、優勝決定戦という展開であったが、 大栄翔が勝利したためそれはならなかった。それでも昨年の3月場所以来となる勝ち越しとなる11勝を上げ復活を印象づけた。番付運に恵まれ、翌3月場所は西前頭15枚目と再入幕を果たした。この場所は前半から校長で11日目に8勝目を上げ勝ち越しを決めた。しかし、そこから4連敗で勝ち越し一つに止まった。 5月場所も10日目までに7勝を挙げて、勝ち越しに大手としたが、先場所同様、そこから星が伸びず、14日目に輝きを破って、勝ち越しは果たしたものの結局8勝7敗で勝ち越しは一つだった。場所後の6月17日に、浅草の東洋館で行われた、トークショーでは同席していた大野省と同じく2桁勝利を目標に掲げ、さらに、 伊佐昇龍流は初3勝も狙うと宣言。しかし迎えた7月場所はいきなり3連敗するなど調子が伸びず4勝11敗と大敗した。9月場所は東の15枚目まで落として迎えた。しかしこの場所でも3連敗スタートすると以降も調子が出ずに場所続けての4勝11敗。重量に陥落した11月場所も負け越して3場所連続の負け越しとなった。 2018年1月場所は、十両で迎え、不戦勝で8勝目を得て、4場所ぶりに勝ち越した。翌、3月場所は5勝10敗と2桁の負け越しを喫した。十両の土俵で10敗以上するのはおよそ6年ぶりとなる。東十両10枚目まで番付けを落とした5月場所は、序盤から白星が先行。11日目に勝ち越しを決めて、 優勝争いにも割って入ったが、ここから校長力士との取り組みが続いたこともあって4連敗。勝ち越し一つに止まった。7月場所は序盤3連敗と出遅れ、その後一進一退の星取りであったものの14日目に負け越しが決定し、7勝8敗。続く9月場所は番付運に恵まれず2枚加工の東十両11枚目となったが、一度も連敗する。 ことなく11勝4敗の成績を上げ、優勝決定戦では本、割で敗れた大山美を下して、自身初めての重量優勝を果たした。場所中、自ら大事な勝負に弱いと認めていた中での重量、優勝であった。2019年初場所は西重量4枚目で迎え、一進一退の末、千秋楽に負け越し。翌春場所は、運よく番付が末を枯れ、 9勝6敗と勝ち越して、再入幕を濃厚にした。しかし、再入幕を果たした夏場所は、序盤は2勝2敗だったが、翌5日目から5連敗で9日目の時点で早くも7敗と、崖っぷちに追い込まれる。以降も調子が上がらず、11日目に西木に突き落とされて、負け越しが決定。さらに13日目の佐田の海戦はあっけなく寄り切られ10敗目。これで、1場所で、 幕内の座を明け渡すことが決定した。この場所は結局4勝11敗と大敗を喫した。なお、千秋楽の吉風戦は寄り切りで勝利したが、吉風は場所後の6月、出身地の大分県佐伯市のプロモーションイベントのキャニオニングで右膝に重傷を負い、よく名古屋場所を全球秋場所中に引退したため、吉風の現役最後の相手となった。 名古屋場所は重量筆頭に番付を落としたが、初日から三連敗。その後一度も白星が先行することはなく、七勝八敗と負け越し。秋場所は東重量三枚目で臨み、先場所同様初日から三連敗を喫したが、中盤に四連勝するなどを盛り返し、七勝七敗で、迎えた千秋楽、すでに重量優勝を決めていた勢いを寄り切り、三場所ぶりの勝ち越しを決めた。 西重量筆頭に番付を戻した九州場所は序盤こそ1勝5敗とつまずいたがそこから盛り返し7勝7敗で迎えた千秋楽に小猿を寄り切って2場所連続の勝ち越しを決め再入幕を濃厚にしたこれで小猿戦は6戦6勝である三条通りの優勝祝賀パレード2020年1月場所は幕尻で迎え2日目に 海星に敗れた後に連勝街道を走り、9日目に、剣賞を寄り切って、自己最速の勝ち越しを決める。その後も白星を伸ばし、12勝1敗で迎えた14日目に、同じ12勝1敗の正代との大一番に、土俵際の突き落としで勝つと先週楽では、なんと幕尻力士として大相撲史上初となるこれより、三役に登場し、これも幕尻力士として大相撲史上初となる。 先週落結びの一番に登場して、大関、高啓勝と対戦、左四つ、右上でを取ると休まず攻めての寄り切りで、高啓勝を下して、自身初となる。そして奈良県出身の力士としては1922年、1月場所の鶴が、浜以来、98年ぶりともなる、幕内最高優勝を成し遂げた。幕尻手の優勝は2000年春場所の高藤力以来20年ぶり。 二例目。その中でも幕内の番付で自分の元に一人も力士がいない例は史上初。西前頭17枚目での優勝は歴代史上最低地位での優勝。帰り入幕での優勝も史上初と記録づくめの優勝となった。また、三役経験のない力士の優勝は大相撲が年六場所制になった1958年以降では若見すぎ。 佐タ山、朝の山に続き史上4人目である。その優勝インタビューでは、伊佐尾昭流自ら、自分なんかが優勝して、いいんでしょうか。と戸惑いながら苦笑いすると、両国国技館内は大いに湧き、NHK アナウンサーの小林洋博は、もう皆さんですね、結びの一番の大関戦。あの相撲内容を見れば、もう、納得の優勝だと思いますと返すと、 喜んでもらえてよかったです、と、改めて喜びをかみしめる。それから、場所中を振り返る場面で、小林が、伊佐尾昌竜関がずっといっぱいを守り続けて、白星を伸ばして、周りからもいろいろと優勝について言われていたと思うんですが、そのあたりはと問われると、伊佐尾昌竜は、いや、もう、意識することなく、ええー、嘘です。めっちゃ意識してましたとコメント。 続けて、小林は、そうですか。あの昨日、正代関を破って、単独戦闘になっても、意識していないって言っていましたが、あれは、嘘だったんですかと尋ねると、バリバリ、インタビューの練習をしてましたと述べ、観客の大笑いを誘っている。さらに、1月場所中に急性した、恩師、伊藤正人の話になったところでは、思わず絶句しつつ、 監督が見てくれていたんじゃなくて一緒に戦ってくれていたようなそんな気がしますと涙を浮かべながら忍んでいた。先週落人夜明け会見では全然実感がなく夢のようだ。ふわふわしていると笑顔で喜びの心境を語り、さらに場所10日目から終盤にかけて白星を重ねた逆転の突き落としに関してはたいていい。ただ前に出て畑と指導した。 伊藤のおかげだと感謝を述べていた。2月12日、国会議事堂内で母校の近畿外の理事長を務める自民党参議院幹事長の世耕を広重と面会し、優勝を報告をした。22日に大阪市内のホテルで近代相撲部 OB 会によって営まれた伊藤監督を偲ぶお別れの会に参列。喧嘩した際には、 監督に会ってなかったら今の自分はないと監督への感謝を語り監督の分もしっかりやらないといけないと今後の奮闘を誓った2月23日に奈良市の山上通りで優勝祝賀パレードが催されて JR 奈良駅前から安らぎの道まで500メートルをオープンカーに乗って通過し沿道の声援に応えた新型コロナウイルスの影響で多くのファンは マスク姿であったが、主催者発表で約1万人が詰めかけた。同日、1月場所の幕内最高優勝によって、奈良県スポーツ特別功労賞と奈良市民栄誉賞が授与された。2月24日に発表された3月場所番付では、西前頭2枚目と15枚上昇し、自己最高位も更新した。この場所では、 初日からも連敗するなど白星に恵まれず4勝11敗に終わったが6日目には横綱、角竜を寄り切りで破って初日を出すとともに自身初めて金星を獲得するなど見せ場もあった場所を得て注目をされているとかプレッシャーを感じる必要はないがなかなか勝たせてもらえなかったまだ甘い気持ちが弱かったと話していた 2020年10月31日、自身の優勝記念碑のオンライン除幕式が、あなし座平出身者の拙者である相撲神社で行われ、自身はリモートで参加した。直後の11月場所は8勝7敗で、優勝した1月場所以来、4場所ぶりに勝ち越した。2021年1月場所は、途中で10連敗もあって3勝12敗と大きく、負け越し、欲。 三月場所では十両に陥落した。幕内最高優勝から五場所で十両へ陥落するのは従来の最速記録だった若郎の基本的には突き押しの力士だが左四つの相撲もこなすことができ、巨体に似合わず変化や取ったりなど機動力を活かした面も持ち合わせている。しかし相撲に村があるのが弱点であり、二千十六年九月場所、前の座談会では十五台。 木村翔之介が、いい時は、ものすごい馬力で持っていくんだけど、そうでない時はさっぱり。脇も、甘いですね、と評している。同じ座談会で36代、木村翔之介は、生地、どっちも取れるから、どっちつかずというかと話している。その後、四つ相撲に傾投するようになり、2017年、三月場所前の座談会では鉱山が、もともとは、突き押しだったと思うけど、 最近は四つ相撲の方が多いですね。左四つでの寄りは重くて圧力がありますねと話しているほか、竹縄はもちゃもちゃしたイメージがあるけど、土俵際でパッと体を離す感じがいいですね。寄りながらの月というかと評している。2018年の相撲雑誌の記事には、小手に巻いた自分の手で自分の回しを掴んで打つ変則的な小手投げ、通称青木スペシャルが紹介された。 2020年1月場所中の取り組みを見た玉森は体重は180キロを超え簡単には押されないが押し込まれても回り込むのがうまい。今場所は動きがいいので相手に重さが伝わる相撲も取れていると評している。同場所中に高佐護は攻めの姿勢を出せているからこそ残したり逆転の動きを見せたりできると評価している。2020年 1>, 1月場所中の報道によると幕下で足踏みしていたコロニー一時期師匠であった北の海によって月押しから左四つに転向するように助言されたと伝わりこれで後に関取に定着する力士へと躍進したという2020年2月2日のサンデーモーニングで北の富士勝明は立ち合いからガンと行かないで引く相撲が多かっただから評価が低かったんですよ僕だけじゃなくてね 幕内最高優勝以前の相撲を表しつつも、千秋楽の高啓勝との相撲は、今までの相撲人生の中で一番最高の形になりましたね。相手に上手を取らせないでね。進化を問われるのは来場所ですねと話した。2021年3月場所終了現在。ありがとうございます。